はい、今回皆様に南米アルゼンチンのメンドーサをご紹介させていただきます。人口11万5千人ほどの、チリとの国境地帯の都市です。チリのサンティアゴから、ね、国際バスを使ってこちらに移動してきたんだけど、都市としての建設は1561年、1860年の大地震で都市部は大壊滅ということで、ワイン生産で有名なんですけど、ぜひあのメンドーサ訪問の際はワイナリー見学をしていただければと思います。自分自身もこのワイナリー見学ということで、ね、させていただきました。で、これが市街地、市内中心部ということで、ね、こんな感じです。お店もそれなりになります。まあ、ここら辺のここがあの歩行者天国になってるんだけど、ここのところでね、食事もしたりワイン飲んでもしました。通りになっているので、アルゼンチンのメンドーサにいます。メンドーサの中心街、市街地にいて、その中メデキ通りには歩行者天国に見えるところです。この歩行者天国、まあ、土曜日、日曜日はかなり閉まるんだけどね、この市街地に関しては。だから閑散としてゴーストタウンみたいな感じなんだけど、まあ、土日あっても結構やってるところがこのメデキ通り歩行者天国です。大通りがあって、そこのところに面しているの。あの独立広場の近くなんですけど、そこで今この歩行者天国を今歩いていきます。今日は火曜日ということで、あの外で、食べたりすることができます。なんで、まあ、こういう感じで今見ててね、かなりいい感じの、レストラン、まあ、この間そこの赤いテントあるじゃないですか、これ食べたんだね。まあこんな感じです。で、ハバナっていうのはこれなんかチェーン店らしいんですけど、ごめんなさいですが、まあアルゼンチン国内結構あるみたいです。まあその中で、で中心がここは独立広場です。インディペンデンススクエア、英語で言うとね。で、その中でね、まあ、ここは出てくると思うんです。まあ、市街地自体は歴史博物館とかね、他に博物館2つぐらいあって、あとは大きな公園ね、自慢のね、ワールドサッカーのワールドカップの会場になったところもあって、そこは出ていくべきだと思うんです。あとワイナリー、ワイナリーということで、この周辺にいくつかワイナリーがあるので、ワインが有名ですので、ワイナリーを訪問するというのも絶対あると思うんです。今回だからワイナリーだね。この感じですね。独立広場ってことなんで、アルゼンチンがまあどこからって皆さん、まあ中南米独立したところね、スペインが多いじゃない、スペインの植民地があったところ多いじゃないですか。だからスペインからの独立ということで、独立の、ところです。すごいね、あそこにアルゼンチンの国旗がありますけど、アルゼンチンの国旗なかなかかっこいいですよね、うん。でまあこんな感じで独立広場にいてということで、見てますけどね、まあ多くの人はくつろいでます。今日は土曜日ということで、あんま人いないですね。あの多分平日の方がね、もうちょっと働いてる人こっちに来るんで、あの中心に来るいるんでいるんだけど、今日はだからみんなゆっくり休んでる感じかな。だからあんま人がいない感じです。なんか手がのんびりしてるね。まあメンドーサは地方の都市、まあブエノスアイレスはちょっと注意しなければならないところで、例えばひったくりとかね、拳銃を使用したいわゆるその強盗みたいなのが、ね、あるので十分気をつけた方がいいんだけど、メンドーサ地方都市ということでそこまででもないですね。まあ、ブエノスアイレスももちろん気をつけてれば問題ないんだけどね、その地区とか時間とかね。今、サンマルティン公園というところにいるんだけど、そこのところの丘から、こちらのね、
メンドーサの街を見てます。なかなかいい感じです。ブエノスアイレスから西へ1060キロということで、乾いた地中海性気候を感じ始めるということで、結構まあ乾燥してます、地中海性気候ということでね。辺り一面に広大なブドウ畑ということで、かなりブドウ畑が広がってるんですけどね、その中でこの丘から見る景色がメンドーサの街をね、山々アンデス山々向こうに見えますけど、なかなか素晴らしいです。で、アコンカグアということで、アコンカグアはどこにあるのかな、ここから見える、ちょっと見えないかな、あっちかな、ということで見えるとか見えるんです。で、ということでね、メンドーサの歴史は1561年植民地時代の初期に始まるということで、まあ、1861年、まあ、日本でいう江戸時代末期ね、その時代に大地震でね、大きなダメージを受けたため、フリマシでもあるようにかかるコロニーの建築などは少ないということで、南米独立戦争の際、英雄サンマルティンがチリ独立を支援のため5000人のアンデス軍を率いてメンドーサからチリへ国境に向かったということは有名な話だということで、まあ、この町はね、チリ国境を間近に控えた高層の要衝ということで、アンデス山脈の最高峰アンコンカグアの入り口となるということです。アコンカグアだから行く人ね、これは登山家の方亡くなりましたけど、アコンカグアというと、ここから行ける感じです。でサンマルティン公園というか、かなり巨大な公園になってます。いわゆるそのサッカーのワールドカップで、1978年ね、開催された場所としても有名なんだけど、マラドーナっていうんですよね、マラドーナ。だそれで、ということで、まあ、こんな感じで今見てるんだけどね、素晴らしいです。なかなかやっぱりブエノスアイレスは首都ですけどね、まあ、いわゆる都市ですけど、アルゼンチンの田舎もなかなか風情があっていいね、いいなって感じがします。特にこのメンドーサに関しては、あのアンデス山脈のところを面していたりするので、そういった意味ですごくおすすめできるところかなって感じがします。あとワインが有名なんでね、ワインを、飲んでね、行くといいかなって感じがします。公園、そしてその中のグローリアスの丘というところにいます。このグローリアスの丘というところ、向こうに銅像、ブロンズも見えますよね。あれ何かというと、5000人のアンデス軍を率いて、ここに住みしたサンマルティン将軍を記念した大ブロンズ像ということで、まあ、そういうのだったんです。この像に関してはウルグアイ生まれの、ね、彫刻家ファンフェラリの代表作品としても知られているんですけど、頂上からメンドーサの街とはるかにアンデス山々の絶景を望むことができるということで、何とも言えないすがすがしさというですね、ございます。だからメンドーサということで、いわゆるこの将軍がチリの独立の際に5000人の援軍を率いて、ね、アンデス軍を率いて、援軍で向かったということですけどね、ここからする人たちなかなかね、歴史的な場所、まあ、その上から見る景色もなかなか素晴らしいんでね、ぜひここは訪れていただきたい場所でもあります。まあ、この支援どうなってるかっていうと、向こう側が市街地の方が見えるんだけどね、今ちょっと逆光ですけど、そこにカフェがありましてということで、です、まあ、こんな感じ。観光バスもここに泊まるんで、ここに泊まってね、散策するといいかなと感じがします。Es uno de los festivales más grandes del mundo. Luego del espectáculo artístico, se elige a la reina de la vendimia y se finaliza la noche con una magnífica muestra de fuegos de artificio con música evocativa. Los próximos dos días del evento son repeticiones del acto central para que nadie se quede sin asistir a esta fiesta. Vale destacar que los festejos vendimiales